はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。熊の坂田と、はい、つと塚地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいつもと違う画角なんですけれどもね、この状態だと違うかどうかもわかんないけど、ね、違うんです。これ違うんだ、はい、全然違うんです。これ周りはね、今すごいおしゃれになってる、ね、僕らからのね、目線は全然違うんですけれども、はい、今回やっていくのはですね、なんと、はい、こんなスタジオまで借りて、はい、気合入ってます。入ってます。お金もかかってます。一大企画、はい、僕の後輩にファッションチェックお願いしてみた。ありがとうございます。後輩の説明をちょっと簡単にさせてもらいます。はい、お願いします。まあ、大学時代の後輩なんですけれども、はいはい、アパレル店員だったんですよね、ついこの間まで。おしゃれの方向じゃないの。そうで、やっぱおしゃれの詳しさって言ったらさ、店員さんだからやっぱいろいろ知ってるわけよ。だから今回は、まあ、テーマを一つ決めてね、はい、その格好を今もう俺らしてます。はいはいはい。で、誰が一番良かったとか、こいつのここがキモいとか、ああ辛口で言ってもらおうかなと。ボコボコにされちゃうのね。そう、だからメンタルちゃんと準備しといてくださいね。鎧着させるわ。マジで、本当に結構言う人なんで。なるほどね。はい、ってことで、ちょっと登場してもらいましょう。はい。はい。はい、タカコさんでーす。お願いします。お願いします。はい、もう身長差、はい、あ、僕が高身長っていうのがバレちゃう。確かに、俺らがね、実はみんな180ってことがバレちゃう。あ、そうなんだ。タカコちなみに身長何センチ？158です。だよね、だからちょうど、まあそうだよ、180ぐらい。もうちょっとこんくらいにしとけばいいかな。そうだね。高身長好きだもんね。そうですね。そうだね。ちょっと足つるからやめていい？やめていいよ、ごめんね、ごめん、無理させてごめんね。ごめんごめん。はい、ということでね、今回ファッションチェックしてたタカコさんです。はい、はい、で今回ね、ファッションチェックお願いするテーマあるって言ったじゃん、はい、でテーマまだ伝えてないんですけど、テーマはまあ、初デートで着てきてほしい格好。はい、なるほど。はい、だからまあ、結構多分好きとか嫌いとかさ、うんうん、好みが出るじゃん、初デート特にさ、うんうん、そうだね、最初の出会いだから、うん、それ結構気合い入れてくる男も、はいはい、だから俺らの気合入った姿をね、見てね、辛口で評価してくれればなと思います。そうだね、これでね、アドバイスもらえればね、俺らもモテた、またおしゃれとかアップできるわけですから、ね、そう、そういうこと。もうメンズハックになってからね、はい、男の格好を上げるっていうね、はい、テーマでやってますから、はい、そうですね、その辺りに一役になってもらおうかなと。次いきましょう。ちなみに罰ゲームあるんですか？罰ゲームは全身剥がしです。皮膚剥がし、皮膚剥がし、もうだから皮膚からおしゃれにしていこうっていう意味で、一旦全部やり直そうか、全身剥がしを高子がやるっていう。じゃあ裏剣で、裏剣でいきます。はい、はい、裏剣でいきます。はい、じゃあね、はい、順番決めの、いや順番も結構大切だよね、これ。やっぱこれ大事よ、最初に印象、最初は基準になっちゃうじゃん。そう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 、 M1 とかと一緒で、そう、最初はちょっとまあ難しい、良くも悪くも言われづらいっていうのがあるよね。あー、メンタルは保てる。そう、メンタルは保てるんだけど、面白さ的にどうなのみたいな、 その人の取れ高ないよみたいなところは、演者として悲しいところあるよね。そうだね、だからまあそこはもう運に任せようっていう意味で。じゃあバトルロイヤルで決める。オッケー、よし、じゃあバット持ってきて。はい、じゃあじゃんけんです。はい、いきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ始めます。ありがとうございます。じゃあ、勝った人から選ばせてよ。あ、そっちはね、カーッて言ったから選ばせて。あ、いいよ、それでもいいよ。いい、なんか、祈ってんな。じゃあ、2番。2番。一番あれじゃん、一番いいやつ、安牌じゃん。よし、じゃあ最後が一番ハードル上がるからね。そうだね、いいわ。最初はグー、じゃんけんぽい。あい、あいこでしょ。1番。はい、じゃあ 3番目ね、俺。つかち、1番でいいの？1番最後は怖い。怖いな。1番多分秒数で言ったら最後が一番長くなる。そうだね、そう、そうだね。よし、では行きましょうか。おめえがまとめるのね。はい、じゃあまず僕から行きたいと思います。プレゼンしたいと思うんですけど、今回の初デートがテーマということで、まずまあかっちりめをちょっと意識しました。で、 T シャツね、そのポケット映ってると思うんですけど、まあ、ポケットでちょっと可愛さをアピールして、まあ、白 T で爽やかさを演出してるっていうのと、それに、まあ、初デートでちょっとカッチリをしていきたいっていうのがあるんで、まあ、ジャケットですね。でネイビーでちょっと爽やかさをこれを演出しています。でさらに下に行くんですけど、ズボン、このクロップドパンツっていう素晴らしいね、丈の長さがね、ここちょっとアンクル部分が見えるっていう素晴らしい丈があるんで、これを、しかもチェック柄っていうね、ちょっとおしゃれじゃないですか、これは。これを意識して、これをまず履いてますね。で、トータルで、まあ、ちょっと紺目、ネイビー目でトータル意識をしつつも、まあ、ちょっと明るいシンプルな白を取り入れました。
はい、で最後靴なんですけど、このシンプルな、まあ、アディダスのスニーカーを選びました。で上と下が、まあ、ある程度ちょっと、まあ、ジャケパンみたいな感じでカッチリしてるんで、まあ、革靴というよりは、まあ、休日をちょっと演出するという意味でちょっと柔らかめのスニーカーを選択しました。これが以上の僕のトータルコーディネートになります。タカ子ちゃんには10点満点で評価していただきたいんですよ。なるほど。トータル10点中いくつですか？10点中4点です。半分を下回ってきました。スケッチ4点4点です。4点の男、はい、すごいよ。えずきさんだった。 4点ですね。ちなみに組み合わせですか？組み合わせはやっぱネイビーでまとめてて、うんうんうん、ワントーンな感じでおしゃれなんですけど、うん、なんかちょっと暑くないかなってまず一個私は思って。確かにね、この季節だからね、暑苦しい。ちょっとジャケットでしかもネイビーでまとめてるのでちょっと重く見える。重いね。はい。でまあなんか、まあ、ちょっと脱いでもらってもいいですか？はい。脱い、そうですね。脱いだ時のやっぱりちょっと一枚感、チロティ感すごいですし、ちょっとやっぱりなんかちょっと寂しいですよね、うんうんうん、なんかちょっとアクセサリーとか、あー、装飾をねもっとすればよかった、はい、そうですね、指輪とかアクセサリーとかネックレスとか。そうですね、なんかちょっとワンポイント色が欲しかったかなって感じありますね。色か、難しいのよ。それだけで4点まで下がるんだね。ボロクソに言われてますね。いや、ズボンはどうですか？ちなみに、あ、ズボンはでもなんかいいと思います。これは初デートに、うん、ものというかその着るものは別に悪くないと、うん、そうです、悪くないです。でも組み合わせ、ね、そうですね、悪いと。あ、ちょっと分厚い、ちょっとそうですね、もうちょっとなんかこう確かにちょっと分厚い、うん、朝とかだったらそうですね、リネンとか良さそうですけど、あとなんかサイズ感がなんか私的になんか どうなんですかね。なんか ちっちゃかったですか？ちっちゃいなんかちょっと袖もね、袖がちょっとギリギリね、足りてるの足りてないみたいな、ちょっと私は足りてるのかなって思っちゃったんですけど、でもこういうもんなのかな。最近ちょっと大雨がね大雨が流行ってるので、はい、これちょっとなんかめくったりとか、じゃあちょっとこう袖まくったりとかあえてもう丈が足りないからめくっちゃうと。はい、あとポケットも全然見えてないから正直いらないポイントになってないと、はい、はい、そうですねって思います。はい、あんまりいいところなかったってことじゃないんですかね。そうですね、あでも靴の感じはグレーとネイビーの合わせはすごい可愛いと思いました。グレーとネイビーはやっぱ鉄板、うん、いいです。それで4点稼いだぐらいかなやっぱでも初デートはやっぱちょっとなんか、ね、スニーカーとかで着てくれた方がちょっと嬉しいかも。おお、そうなんだ。どこ行くのかにもよるんですけど、これはチャンスですね僕は。確かにね。はい、ありがとうございます。はい、では続いて僕の初デートコーディネートを紹介したいと思うんですけど、まあ、一旦エビスとかね行ってみようか。はい、じゃあ今日お疲れ様でした。ダメだよ、ダメだよ。あれそうだね。ダメ、あ、俺の後輩何しろ。もう行っていいのかと思って。初デートに、あ、じゃあ今日これからね紹介すると。わかりました。まあ全体の話からさせていただきます。もう柄は取り入れてないんで超シンプルコーディネートなんですよ、はい、シャツ、まあ、T シャツ、ズボンですね、うん、全部柄は入ってません。だからそれを、まあ、シルバーアクセサリーで、まあ、ちょっとアクセントを加えてまとめてみたというコーディネートになってます。で、白シャツっていうところでまず爽やかさはある程度アピールできるかなというのが一つありますね。でこのシャツも、まあ、ノーカラーといいますか襟なしのシャツで、まあ、ちょっと最近目の感じかなっていうのと、あとこれボタン閉めても、まあ、ある程度いけるから夜意外と寒いじゃないですか、はいはい、で夜寒くなっても、まあ、対応できるという素晴らしいものになっております。で下も、まあ、そのままきれいめですね、スラックスみたいなものを履いて、まあ、ちょっとロールアップしてね、まあ、ちょっと軽さを演出してるみたいな感じですね。でこれストレッチめっちゃ効くんで全然歩いてても問題ないし、風通しもいいと。ちょっとね初デートで綺麗めで行きたいっていうのがあったんで、まあ、靴は革靴になっております。大人っぽさを取り入れた全身シンプルなコーディネート今日はご用意させていただきました。辛口ご指導よろしくお願いします。じゃあ、まず10点満点中何点だったかっていうところからお願いします。はい、10点満点中9点で。9点で
人は、はい、これ使っちゃう4点だよね。はい、よっしゃ、倍以上、息子以上来た、はい、ありがとうございます。ちょっと難しかったんですけど、はい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 、はい、9点です。わあ、はい、じゃあこの後は思う存分褒めていただいてよろしくお願いしますじゃあ褒めのポイントからいきますね、はい。まあ、初デートなのでこの爽やかな感じで白シャツでノーカラーめっちゃいいです、うん、でやっぱなんか柄も取り入れてなくて、まあ、靴もさっきスニーカーがいいって言ったんですけど、この感じのちょっとカジュアルな感じだったら革靴で、はい、バランスすごい取れてるなと思ったのと、アクセサリーの使い方がすごいおしゃれですちゃんと時計もつけてるし、シルバーアクセサリーもやっぱり適度な、なんかチャラチャラしすぎてなくて適度なポイントになってるなって思いました。ありがとうございます、はい。じゃあマイナス1点の部分はどこなんだ。マイナス1点の部分はシャツのシワですなるほどね。これはちょっと気になっちゃった。結構後ろ向いてもらうと分かるんですけど、結構まあでも分かるんですよ、ついちゃうの。まあちょっと運転してたしね。そうなんですよ、分かるんですけど、ちょっと気になったかなっていう感じで、はいはいはい、まあなんで運転するんだったら、まあシャツもうちょっとこう気にシワがそんな気にならないやつとか、やつとかも今あるんで、なんかそういうやつの方がより綺麗に見えたかなと。ありがとうございます、はい。じゃこのシャツを捨てるか、アイロン持ち歩くかっていうことですね。いや、ないで運転するよね初デートにアイロン持ってきちゃダメ。ダメだよちょっと待って、そいつはすごいからダメ。それダメ、うん、あそれわかりました、ありがとうございます。めっちゃ高評価で、もう嬉しくて今コメント出ませんね。はい、出せよYouTube やめに来た、出せ。ちょっとマジテレしちゃってマジテレしちゃって何も言えないっていう。ありがとうございます。じゃあちゃんと腕もまくってていいですよね、はい、まあ腕まくりはね男としては必須ですよね。そうなん、まあ、あとまくるときにこうやってまくるやつもマジでセンスない袖まくりです。はい、俺やないか。まあまあまあ、ちょっと 春、はい、春夏っぽいね、春夏っぽい今日はさせてもらいましたんで、はい、じゃあちょっとここから初デート行ってくるんで。次俺の番なんだよある、ガガガガ、俺絶対逃さないわかりました、じゃあ僕の番は終了で次サラダさんです。はい、最後私の番です。いや正直ね、ハヤトが9点だったでしょ。ちょっとね、俺はまだ期待してるけどね、タカコに。もう大学時代すっげえ世話したし、ご飯も多分まあトータル相当持ってるんで、まあそのあたりでね、多分10点出してくれるんじゃないかなっていうところもあるんですけど、まあね、ちょっとじゃあポイント説明していきます、はい。初デートってこともあって、あんまり硬すぎず柔らかすぎずのいい塩梅が多分大事だと思ったのね。なんでシャツなんだけどオープンカラーで、まあこれの灰色じゃん、グレーじゃん、はいはい。でこれグレー長く着てると多分重いのよ、なんかこう見た目がね、はいはいはい。だからちょっと折ってあると、ちょっとこう夏っぽさもね少し出しつつ、うん、下見てほしいんだけど、下白パンなんよね。でも白パンはやっぱ夏に履いとけいいって教わったから、やっぱ夏はこう爽やか系にもしていきたいじゃん。だからちょっとここで爽やかさをアピールと、うん、なんだけど多分ちょっとダボっとしてるのとダボっとしてるのだから、ちょっとカチッと なる部分が少ないのかなと思ったんで、靴はこちらね、今日履き下ろしたエドワードグリーン、エドワードグリーンにすることによってちょっと紳士的な側面というかね、紳士的なポイントも表現できるのかなっていうところで合わせてきました、うん、はい。ということで、まあ、僕のねアピールタイム終わったんですけど、どうですか実際、点数からちょっと聞かせてもらいたいんですけど。はい、いやすごい難しいですね。難しいはこれ高評価の可能性ありますよ、リスナーさん。さっきハヤトの時も裏でめっちゃむずいめっちゃむずいって言ってて高評価だったんで、ワンチャンありますね。10ありますぜ、満点の10。まだまだ全然あります、可能性は。じゃあいきます。はい、じゃあ、はい、点数いただいてもよろしいでしょうか。点数は5点です。もう今日やめよう、もう映さないで、リアルな感じがいい。だからもうあの、可もなく不可もなくってことでしょ、5点って。確かに絶妙な絶妙なラインだね。どのあたり目いった。そうですね、
まずちょっと襟が上がってる。そうね。それ言って。あとね、まず言って。撮影前に言ってよ。俺さっきまでカメラマンやってすごい体勢になってたんだから。いつ気づくんかなと思った。言ってよ。そういうとこ。ですね。あとちょっとまくりすぎてる。まくりすぎてるか。わかるね。分厚いんだもん。なんかそうなんですよ。分厚い。ちょっと細く、あ、細く巻くと、うん、はいはいはい、その方がいいと思う。そうだね、うん、うん、と、これ長さ変わったけど、それはそれでいいの？失礼します。あ、そのぐらい、はい、これぐらいで全然、あ、もう巻く意味ないぐらいでいいんだ、長さはいいと思います。1折りぐらいで、2折りぐらいが多分ちょうどいいですね。あ、そう、2折りぐらい、これは1折り、あ、そういうことね。はい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 、2折りぐらいがいい。でまあちょっと上げたいだったらそれでこうするぐらいの方が、折ってから上げると、はい、上げるぐらいの方がいいかなと思います。はいはいはい、はい、あとはですね、白いパンツすごいいいんですよ。白いパンツはすごいいいらしいですよ、うん、はい、ですけど合わせかそうですね、まあちょっとなんか個人的ちょっと色の合わせ、はいはいはい、靴、この白いパンツにまあ、ちょっと綺麗めにしたかったんだろうなっていうのは分かるんですけど、はい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 、黒、茶、うん、はい、グレー、はい、私の中でちょっとあんまり、あんまり好みではない。グレーと、そうですね、ちょっともうちょっと爽やかに寄ってもよかったのかな。あー、そう、白い靴とかにしちゃうとか、白い靴にしちゃうとかね、はい、スニーカーでも白い靴とかにしちゃうとか、あー、スタンスミスとかありますからね、はいはい、これ白シャツだったらどう？これが白白茶は、あーの方が良かったかもしれない。の方がいいんだよね、はい、迷ったんだよ。の方が良かった、迷ったのよ。でも隼人が白シャツで来るだろうと思ってちょっと譲ったみたいなこと。そんなせいにすなよ。あるから、おめえ白シャツ持ってねえだろおい、言うなよ、言わなかったらバレないんだからなんかそうですね、私ちょっとグレーってちょっとやっぱ、うん、季節的にちょっとくすんで見えるというか、顔人間性が、人間性が顔色がね、はい、血色が悪くなるって感じだ。 そうですね。あ、はい、なんでなんか初デートなんで、もっと明るい方、はい、の方がいいかな、なんていう、はい、わかりました。あとちょっとまだあんの？まだあるよ。ちょっとあの丈割とちょっと引きずってるかなって、ちょっと一瞬ちょっとだけ気になりました。ああ、確かにこれあの丈もある。靴、そう、靴履いてちょうどの丈で来ちゃってるから。うんうんうん。ごめん、それはちょっと俺の配慮不足かな。なるほど。なんかごめん。はい。ということで、今回の動画は以上になります。まだエンディング撮らせよ。エンディングに払うの？エンディング払うの？エンディングあるやろ。じゃあ、坂田は5点ということでね、はい、はい、エンディングいきます。はい、全員の評価が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、気持ちがすがすがしいね、これこれほど気持ちいい企画はない。うん、メンタルブレイクしてるのが両端にいるわ、これはもう。マジきつい。これもう両端にメンタルブレイク。いや、使っちゃうわ。だけど今日初めましてじゃん。はいはい、はい。いいよ、それ4点で。よくないよ。4点でもいいよ、別に。今後の成長があるから。じゃあ、初対面で4点つけるのも結構あれなんだ。確かに。あんまない。気使うからね、大体。気使うから。しかもさ、初手で4点出したじゃん。そう。もう初手って大体平均よりちょっと上だね。ちょっと6点とか出すの。もう次ないのよ。4点だから。次この企画やるとき呼ばれてないかもしれないから。そうだね。除外されてるかも。除外されてるかもしれない。まあ俺もね、こう関係値があっての5点はきついけどね。そうだね、うん、プレッシャーかけてたしね。今までなんか多分ダサいんだって思われ、ダサいんだねそれは思ってたんだろうね、思ってたきっとね、思ってたんだろうね、さすがにね。まあこっからなんかこっから上がっていくから、こういう企画いろいろやっていけば ね、はい、これでね勉強して学べるから、はい、三沢さんも一緒にね学べるといいかなと思います、はいはい、じゃあ最後にね罰ゲームだけ行わせていただく最下位の塚地さん、はい、裏剣になります。お願いします。お願いします。え、いきますね。はい、はい、取れちゃったそうだね、取れてた、取れてない、もう一回やる。すげえ重い音したんだけど、押すって取れて、入ってるから、あ、ごめん、入ってるから。じゃあまた明日もですね、引き続きタカ子ちゃんには参加してもらっていろんな企画を取っていきますんで、また明日、バイ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 。あれ、最後まで見てますやん。もうこれは完全に僕らのファンですね。いやー、ありがたい。まさか、まだ登録してないとかないですよねないでしょ。もしまだだったら、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします